みなさん、こんにちは。このチャンネルのユーモアのレベルがちょっとずつ下がっていくかもしれないね。そっか、ヒカキンも最初大人向けの YouTube チャンネル作ろうと思ったんだけど、ちょっとずつユーモアとか笑うところが低下して子供向けになっちゃった。まあでもそのお金でレクサスのかっこいい車買えたらまあよしとしよう。はい、今日は皆さん、あの岐阜から帰ってきて、あの一緒に YouTube また冒険したいと思うんですけど、この前の通外人の言うだけで笑ってくるね、通外人。あのこの前タマちゃんがコメントしてくれたピロシキーズのレビューしてくれっていうコメント来ましたんで、ピロシキーズは何だかわからないけど、まあ YouTube にこれを検索して見てみよう。ピロシキーズニノさん、イラン、ユー、謝罪、ピロシキーズ謝罪、ユリコ、どんなやつだよ。出た、外人や。ピロシキーズ登録者3万人。まあツッコミゴールド超えてるけど俺はあの50万人の登録者のドラムのチャンネルがありますんで、あのまあ勝ち負けとかそういうじゃないけど、勝負だったら俺の勝ちやね、勝負じゃないけど勝負だったら俺が余裕で勝ってる。はい、張り合ってないからね。はじめまして、ロシア系関西人のピロシキーズです。名前がダサくとも鼻が長くとも強く太く生きてます。鼻が長くとも外人バックにしてるこいつ。じゃあどんな動画出してるんでしょうか。日本で YouTube 頑張ってるよな。じゃあライブルや、ライブルが来た。舐めるだけで何かわかる。ロシア語クイズ、世界のちょっとエッチな話。こいつもしかしたら俺より日本語うまい。めっちゃやだ、それだったら。張り合ってない、勝負じゃないけど。今回は前回公開をしました外国人ハラスメントの動画に。めっちゃ日本語うまいや。俺の終わりだな。俺はもう終わり。一番最新の、一番このチャンネルの最近の動画レビューしようと思ったんだけど、一番最近は舐めるだけで何かわかるっていうエロっぽい。めっちゃ外人の顔やな。俺が言うのはあれなんだけど、関西弁男女。生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京。ピロシキーズです。え、育ちどこ。育ちは関西、舞台は東京。育ちは関西、舞台は東京。じゃあ東京で活動してるのか。東京、ピロシキーズです。ってことで今回何するか知ってる。知らん。俺も知らんねん。なんかスタッフ、知らんねん、あれ関西弁やな。スタッフの方からメッセージが来てて、ちょっと読み上げるな。舐めるのは得意ですか。怖っ。違う。今気づいた。なんだこのファンアート。このファンアート。誰が描いた。得意だよ。まあ、え、でも、舐めるのは得意よ。アイスクリームは。うわ、からん。いろんなもの。どんなキャラ。撮影する前の、ちょっと分からないけど、撮影する前と撮影途中のテンションの違い見てみたい、この二人。得意ですか。舐めるのは得意ですか。もうこんなさ、素直な質問に見せかけて、もうエロいじゃん、こんなの。怖っ。何それ。まあそうやね、反応が正しい。まあ、え、でも、え、舐めるのは得意よ。アイスクリームは。うん、分からん。いろんなものをね。で、今回はさまざまなものを用意しておりますので、目を隠して誰が用意してるの、舐めて誰当てれるかという検証をします。目隠し。俺一人じゃこんな動画撮れないじゃん。自分で用意しないとダメ。あれちゃんぴったりやん、これ。もっと小さいから。深くを分からないようにするために香水を鼻の下に塗ってください。やっぱ強烈だな、これでも。でもなんか匂いで、匂いと味つながってるよね。どうなの。どうなの。
同じ GH5 使ってるよね。同じカメラや GH5 仲間、えい、なんかやだ、これ見てや。じゃあバナナでした。はいはい、バナナでした。違うちょっと横顔さ似てるよな、俺こいつと似てるよな。こいつの方もうちょっと顎が強いけど、鼻とかさ俺似とるな。わからんやで。何やろ、やっぱ難しいね。鼻が効かないと難しいよね。正解はじゃじゃーん、バナナ。やめ、うろっちよ。こんなみんな、まあ、全然この2人は自分たちなりに YouTube やってるけど、ゴードいきなりこんな動画出したらみんなどう思う？ゴードがこんな風にバナナか飛ばそう。おお、舐める、食べないとわからんな、こんなの。舐めるがうまいとか関係ないやな。痛いわそんなの。これだけの動画？いろいろ舐めるだけ。おお、こんにゃく者が来た。こんにゃく、俺のこんにゃく者、何をする？浮気。これ今のは誰？今のは誰？今のこんにゃく者、浮気したのね。浮気された、こんにゃく者に。こんにゃく、もう早い。こんにゃく、こんにゃく者だってもうペタッと当たるし、もうペタッと当たった。みんなこれ見て、パターッと当たってって言った後に、それ以上なんか詳しくなんか細かく説明 したいんだけど、他の言葉が頭に入って、ゴードにはよくあるからね、これ。あの、他の言葉頭の中に入ってこなくて、またさっき言った言葉をもう一回言うだけ。だってもうパターッと当たったし。パターッと当たったし、で、これ以上にうまく、どんな、あの、感触だったか説明したいんだけど。で、ペタッと当たった。たわしの、たわしやったら今日の企画こういう感じか、こういう感じ。でもまあまあいいんじゃない、いいんじゃない、頑張ってるね。っていうかゴードより全然しっかりしてるよな。こういう他のあの YouTube の動画見ると、俺は雑やなぁと思ってくるよね。まあまあ自分なりにやってるけど、こういうサムネだけ見てさ、すごいよね。コンドームの便利な使い方、売れるために何だってやるんだけど、この動画は作らない。どうもツカミゴードです。でもキャラはちょっと違うよね、ゴードと。まあでも自分たちなりに面白いとは言える。今日はピロキーズのチャンネルのレビューでした。舐める動画しかやってないけど、たくさん突っ込めそうな動画ありますね。まあ皆さん、今日の動画はこんな感じで、次、まあピロシキーズの動画もっと突っ込んでほしいならそうおっしゃってください。で、他の YouTuber とか他の動画見てほしかったら、全然、あの、下のコメントで教えてな。あとは、なんだろう。なんかある？それじゃあみんな、またねー。